少連古墳は、高知県南国市を校長少連にある古墳。高知県指定史跡に指定されている。朝倉古墳、民美彦山一号墳と合わせて、土佐三大古墳と総称される。南国市西部、山の斜面ふもとで、標高20メートルほどの地に築造された古墳である。1972年に、墳丘測量調査、石室実測調査、 石室発掘調査が実施されたほか、近年では2004年度に、石室三次元デジタル計測が実施されている。現状の噴径は大円型で、長径28メートル、単径22メートル、高さ7.13メートルを測る。主体部の埋葬施設は、両袖式の横穴式石室で、南西方向に開口する。原室、 沿道を含めた石室全長は10.8メートルを測り、高知県下では最大規模になる。発掘調査では副装品として、近道性中空玉、金管、鉄刀子、鉄属、槍ガンナ、馬貝、末木等が検出されている。この小蓮古墳は古墳時代後期の6世紀後半頃の築造と推定される。一帯では特大型の石室になることから、 高知平野における名主墳に位置づけられる古墳になる。古墳域は1953年に高知県指定史跡に指定されている。石室原室埋葬施設としては、両袖式横穴式石室が構築されており、南西方向に開港する。石室の規模は次の通り、原室の床面には悪い石が敷かれる。ありがとうございます。